レコメンラジオドラマ第二のふるさと物語第1話出会い。大学2年の夏休み、私はベッドに寝転がり友達の SNS を眺めていた。そこに人生を大きく変える出会いがあるとも知らずに。遊びたくても金欠だし、これといった予定もないし、東京の大学生の夏休みってもっと楽しいと思ってたのにな。ああ、ゆうこまたネイル行ってる。へえ、ゆりか免許取ったんだ。この写真、真ん中に写ってるのって佐藤子？めっちゃ自然に囲まれてる。え？一緒に写ってるの地元の人たちなの？うわ、この笑顔絶対楽しいやつじゃん。佐藤子はどこで何やってるの？ふるさとワーキングホリデー？ふるさとワーキングホリデー、これだ。えい、なになに？働きながら地方に滞在。え、田舎暮らしを体験しながら現地で働ける？すごい。でもどんな仕事なんだろう、ちょっと不安かも。あ、市とか町が中心になってやってる事業なんだ。じゃあ安心して働けるじゃん。え、待って、休日は働いたお金で観光もできて現地の人と交流もできる？うわあ、ただの旅行じゃ体験できないことばっかり。しかもこういう地方での活動って就活にも活かせそう。ふるさとワーキングホリデー、これは行くしかない！気づけば私はふるさとワーキングホリデーの公式ページから情報を集めて参加登録していた。私の夏休みがやっと始まった。レコメンラジオドラマ第二のふるさと物語、あかり、高橋理恵、以上のキャストでお送りしました。